イランの地下空軍基地とイラン革命記念日から44周年というイラン山間部の地下深くに建設されて長距離巡航ミサイルを装備した戦闘機のほか広大な地下空間に作っているわけですよね。万全の備えを講じているぞという、まあ、そういったメッセージになりますよね。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内からです。3月11日東京開催、日本人が知るべき2023年の中東情勢、こちら会場参加者限定のイベントがあります。ぜひ会場の方に足をお運びください。そして3月18日、日本橋カブトワン、ドルと原油の世界経済最新バージョン、為替アナリストのちょいわれ先生と私石田和康でお届けします。そして3月19日、川崎市議会議員、元川崎市議会議長の浅野文直さんと私石田和康のコラボレーションセミナーを行います。こちら JA セレサ川崎の方で行います。そして最後、大宮セミナー&コーヒー座談会開催、中東から見るこれからの世界情勢ということで、こちら事前申し込み制30名様限定の3月25日土曜日13時スタートとなります。東京、東京、川崎、大宮と4カ所で開催いたします。お近くの皆さんぜひ遊びにいらしてください。詳細とお申し込みは概要欄のリンクの方からどうぞよろしくお願いします。そして本日のテーマはイランの地下空軍基地ということでお話をお届けしたいと思います。今対立が際立ってきているイランとイスラエル、こちらの問題、越境 3.0 チャンネルでも、たくさん動画を配信しているんですけれども、イランもいろいろと、手を打っていると。今日はそのイランの地下に作られた空軍基地についてお話したいと思います。先月のニュースなんですけれども、イラン空軍は地下空軍基地オガーブ44を公開したということで、オガーブというのは、ペルシャ語でイーグル、ワシという意味なんですけど、44というのはイラン革命記念日から44周年という、2月11日が革命の記念日なんですけれども、それに合わせて完成した地下空軍基地と、こういった同様の地下空軍基地はイラン各地の山間部に、たくさんこの建設されていると見られているんですけれども、今回が初めての地下空軍基地の公開となりましたと。もちろんこの空軍基地の場所っていうのは非公開になっているんですけれども、イラン山間部の地下深くに建設されて長距離巡航ミサイルを装備した戦闘機のほか、大量のドローンの保管運用ができ、イラン国内でも最も重要な空軍基地の一つだということがアピールされています。イスラエルによる空爆や長距離ミサイルでの攻撃が想定されるイラン、イランとイスラエル距離が離れてるんで、そういった空軍力で攻撃されてくるということが想定されてるんですけれども、そのようなイスラエルの攻撃の対策として多くの軍事拠点や核施設を広大な地下空間に作っているわけですよね。これがなんと地下数百メートルから1000メートルの深さに作られていると言われています。アメリカが保有する地中貫通爆弾バンカーバスターという、もうその地面を突き抜けて地下深くまで攻撃できるという、そういったバンカーバスターというアメリカのミサイルがあるんですけれども、それにも耐えられるような設計になっていると。でイラン軍のモハンマド・バゲリ参謀総長はイラン国営テレビに対し、イスラエルからのイランへの攻撃にはイーグル44を含む多くの地下空軍基地から対応することになると。この地下空軍基地の公開はイスラエルに対する威嚇と抑止を目的としていることは間違いないと思われているわけですよね。言ってみればイランの軍部がイスラエルに対して万全の備えを講じているぞという、そういったメッセージになりますよね。イラン・イスラム革命防衛隊のバーゲリー参謀長は、イスラエルはイランに対する脅威を強めており、空軍能力、ミサイル能力を強化する必要があると。イスラエルはイランから距離があり、そのために航空機を使用してくる。イランはこのような安全な基地によってイスラエルを迎撃できると発表しているということなんですが、この空軍基地ね、場所が非公開ということなんですけれども、実はこれ発表のすぐ後バレてしまったようなんですよね。どこにあるのかバレてしまってるんですよ。詳しく緯度と経度が記載された、こんなツイートがありました。だいたいバンダルアパスの北東 120km ぐらいの場所にあるそうで、ホルムズ海峡に比較的近い位置、イランの南東部にあるんではないかということなんですね。この空軍基地は固い岩盤に囲まれた地下数百メートル下にあるかもしれないが、入り口と滑走路を破壊してしまえば空軍基地としては一瞬で無効化されてしまうという、とんでもないちょっと間抜けな話ですよね。で続いて2月24日こちらのニュース、イランが新たな長距離巡航ミサイル開発を発表。こちらサウジアラビアのメディアアラブニュースのニュース記事。イランイスラム革命防衛隊の最高司令官は24日イランが射程距離1650キロの巡航ミサイルを開発したと発表した。1650キロという距離は、イラン西部の基地から発射すれば全土がすっ
ぽり入るという射程距離なんですよね。今回の発表はイスラエルを直接攻撃できるミサイルをイランは手に入れたということになります。そしてつい先日 IAEA によって発表されたイランのウラン濃縮 84% まで達していて 90% までわずか数週間で達するということ、まあ、こちらも越境 3.0 チャンネルで何度か解説していますけれども、まあ、ウランというのは 90% に達するともう核兵器利用としてしかもう用途がないということで、もうこのウラン濃縮 90% でイランの核兵器はほぼ完成するんではないかと。おそらくこれがまあ巡航距離1650キロのまあイランの新しいミサイルに搭載されて、でそれでイスラエルを攻撃するということをまあイランは考えているんではないかということなんですね。まあ、こういったニュースがね、次から次へと出てきますけれども、まあ、イランもイスラエルも徐々にエスカレートしてきて、まあ、これがいつ、まあ、直接戦争になるのか、まあ、そこがまあ注目なんですけれども、まあ、昨日の動画でも流しましたアメリカオースティン国防長官がイスラエルを訪問して対イラン政策を協議していくということなんですけれども、まあ、ちょっと緊迫感漂っている状態なので、また新たな情報が入りましたら、まあ、こちらの方で解説していきたいと思います。このチャンネルではイラン・イスラエルに関する問題もたくさんお届けしております。こちら過去の再生リスト、イランとイスラエルの方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。